じゃあ今回は、給湯診をしていきます。当院でやってるやり方をお見せします。まず、給湯診は、体が冷えてるとか機能が低下してる時に使うと効果的です。で、患者さん の悪いところの場所を決めて、止血して場所を決めます。まず針をまっすぐ入れます。ちょっと熱いといけないので緩和させるために紙を置いて、その後針の上にお灸をしていきます。もぐさでやられるところもあると思いますが、うちはもぐさを炭にしたものを使っております。冷えでお困りの方、ぜひ当院へ。